2人ともあらちょっとなんだか綺麗めじゃないっていうねスタイリングで登場いたしました。今日ご紹介するのがですね、はい、レーススイッチハーフスリーブプルオーバーっていうですね、まあ、吉山さんが着てるのがしっかり見えると思うんですけれども、ブティックオーディナリーさんで、あれ見たことある持ってるっていう方いらっしゃいますよね。これ長袖が出てたんですね、はい、長袖バージョンで、ね、お袖もちょっとレースがついたものが出てたと思うんですけれども、半袖バージョンが登場いたしました。ようこそということでね。そうなんです、これね、前回も気に入っていただいている方多いと思うんですけれども、半袖バージョンなのでまたまたね使えるんですよ。あ、皆様ね、こんばんはっていう。あ、ありがとうございます。こんばんは、佐田くま。ありがとうございます、皆様。はい、お待たせしております。家でダラダラしてます。富士山、そうなんですね。そういう日もですね、大事ですからね。大事です。できるようにしてください。ピーコ様、長袖持ってます。あ、本当ですか。ありがとうございます。半袖バージョンおすすめでございますよ。なんかやっぱり着てみると、ね、ここが、レースっていうのもあるんですけど、なんかすごい、あれなんか涼しく感じるっていうふうに思いました。着替えてた時に、はい、結構普段はですね、着替えてると暑いなって言いながら着替えてる、取った瞬間にヒュッとした感じがありましたので、ね、というのもやっぱりこれレイヨン素材がですね、まあ、ポリエステル 62% なんですけど、レイヨンが 33% 入ってるんですね。で、ポリウレタン、ストレッチのポリウレタンが 5% 入ってるので、やっぱりレイヨンが入ってるので生地感もすごく柔らかくて滑らかなんですけど、ちょっとこのひんやり感っていうのがやっぱりあるのかなというところでですね、今から夏場のこういう羽織の中にもいいですし、こういうサロペットの中に合わせてもいいですし、ワンピースとかの中にですね着ていただいてもいいですし、お仕事の方なんかはこういうジャケットのスタイリングの中に着ていただいて、すごく使っていただけるんじゃないかなというようなアイテムになっております。で、デザインをねちょっとしっかり見ていく、はい、くとですね、ちょっとパフスリーブっぽくなってるんですね。ここにギャザーが入ってて、少しふんわりしたお袖になっている。で、ちょっとクラシカルな半袖のですね、プルオーバーになってるんですけど、で、首元はですね、モックネックになってます。なので、あんまりここがレースで透け感はあるんですけど、ここでしっかり首の高さがありますので、あんまりこう、デローンとこう出ないというかですね。そうですね。ね、上品な見え方になりますよね。レースで肌見せしてるけど上品に見えるっていうところが一番おすすめかなというふうに思いますね。そして、はい、このお袖のパフスリーブなんですけど、そんなにぼんわりはしません。ね、こうパフスリーブっていう感じにならなくて、生地感やっぱりレイヨンで滑らかなので落ち感があって、程よくふんわりしてるっていう感じなので、ちょっとパフスリーブ着るとちょっと力強く見えちゃうよっていう方とかもねいらっしゃると思うんですけど、これはなんか程よい落ち感があるっていう感じのパフスリーブになってますね。スリーブだとやっぱちょっとですね、はい、可愛らしくなりすぎるって言われる方もいらっしゃるんですけど、これ逆に大人の女性の方が使いやすいかなと思いますので、そうなんですよ。で、本当今インナーですね、これタンク、はい、スペアタンクですね、スペアタンクを合わせてるんですね。わかりますよ。本来ならばここも肌のはずなんですよ。なので綺麗にもうここ肌見せして着れますっていう方は、あれですね。そうですね。マナケのチューブトップ着ていただいたりとか、していただいた方がいいんですけども、あとは、はい、ブラジャーの紐を、はい、ダイソーさんとかにもあるんですけど、透明の紐に変えていただくっていう感じにしていただくと、はい、一切もう本当にザ肌っていう形で、ちょっとギリギリまで行きましょうかね。これぐらいまでがっつり開くんですよね。ね、本当はレースになってるんですよ。なので、透明なブラジャーの紐だったりとか、チューブトップの、ブラジャーとかをつけられると、ね、うん、ここまでしっかり肌が見えますよっていう感じではありますね。ただ私個人的には、もうちょっとこういう色合わせでして、少し見せるだけでもいいのかなっていうのは、うん、特にちょっと、暑いとですね、汗がすごいかいちゃうので、どっちかというと汗皮脂を洋服にくっつけたくない、あんまり。なので、それだと、やっぱこういう風にちょっとタンク、色合わせしていただければ、まあ、しっかり防御もできるかなっていう。これから多分日焼け止めとか、つけられる方もいらっしゃるので、そしたら1枚ですね、ちょっと、まあ、ギリッと。これ結構太いんですけど、ここまで持ってきたら多分あんまり目立たないかなと思いますので。そうですね。うちのでしたらスクエアタンクとかですね、合わせていただければいいかな。
と思います。あのトーミーの定番というか最近人気のタンクトップがこの、スクエアタンク と、オーダーさんのカシミヤのタンクがあると思うんですけども、後でちょっとそのカシミヤタンクを入れた時との見え方の違いっていうのをちょっとお見せしてみようと思うので、まずは、2人ともちょっとスクエアタンクを着てみましたですね。私が、ちょっと黒なんで黒に、黒の、スクエアのタンクを入れてますね。だからものすごく肌見せして、その、紐を変えたりとかですね、チューブトップで合わせていただいて肌見せしっかりしていただいてもいいんですけど、そんなにちょっと見せられないわとか、ちょっとさりげなく見せるぐらいがいいわという方なんかは、こういうタンクと合わせていただくと、この辺がこう綺麗にちょっと程よく肌見せするっていう感じになるので、まあ、お好みでですね、でしっかりその肌が見せても素敵なので、肌見せをしっかりした感じを見たかったらですね、一応オンラインショップの方でモデルさんがですね、こうちょっとしっかり中のインナーを見えないものチューブトップかなって着ていただいている状態がお写真で見れますので、そちらでよかったら見ていただけるとですね、はい、いいかなと思います。ただやっぱりトワミ世代のお客様だったりとか、まあそこまでちょっと露出はっていう方も多いので、そういう方は、まあ、ちょっとリアルな着こなしというところでこういうタンクと合わせて着ていただいて、まあ、少し肌見せするっていう感じが、まあ、使いやすいんじゃないかなというふうにですね思いますので、ちなみに後ろはこの少し肌見せするよという風になってますので、まあ、これはお好みになりますからね。そうですね。ちょっとしっかり見せてトレンド感を出したいという方はもうぜひぜひチューブトップと合わせていただくのがいいかなという風に思います。はい、実際に入っているタンクトップの形です、ね。はい。先日ね再入荷しましたよって言った、はい、多分前回ですね。松原さんの時の。そうですね。これのこれぐらい広いものでも。そこまでやっぱ色合わせしてればあまり目立たないですので、うんうんうん、まあ、1枚入れていただいても、もちろんちょっとですねシア感をしっかり出したい方はチューブトップで合わせていただければいいかなと思いますの で、ね、はい、でちなみに私たち同じ同色でそのタンク合わせてますので、吉山さんは白に白を合わせてますね。私は黒に黒を合わせてるっていう感じになります。で、ちなみに、吉山ちゃんのサルペットも気になるっていうね、コメントをいただいてるんですけども。ありがとうございます。これがね、そうなんですよ。これ一応、今私黒なんですけど、はい、この色がこっちから入りなんですよ、はい。これも素敵じゃないですか。ね、可愛いですよね。ドットなんですけど、ドットの形がこれちょっとわかりますかね、ひし形っぽい形になってて、ちょっと珍しいデザイン。珍しい。そう、なんか柄のサルペットってあまり今まで入れてなかったので。そうですね。ね、しても無地が多めだったからちょっと珍しいと思います、はい、こちらミンクチェアさんのですねサロペット入ってきてまして、着丈が、まあ、しっかり長さは取れるんですけど、吉山さんの身長で、はい、ちなみに昨日はペタンコで過ごしてたんですけど、はい、今日ヒールなんであれなんですけど、ペタンコの時はもう少しちょっと縮めてもすごく素敵で、うんうん、これ私の身長でめちゃくちゃ綺麗になります。今それで思い出したけど、身長固定してない忘れてたんですけど、149センチですね。はい、の身長でも。そうですね。ペタンコの時はスニーカーと合わせたんですけど、うんうん、今はちょっとキリム系のスタイリングにしてるんで、うんうんうん、スニーカーになんかもうちょっと違う、T シャツとかでもいいです。今からですと、ちょっとカジュアルなロゴ T シャツとか入れていただくと、ちょっとスポーティーな感じで、うんうんうん、かわいいですよね、ロゴ T 合わせ。はい。すぐ買っちゃいました。ねえ、素敵なサロペットですね。というコメントもいただいておりますよ。ありがとうございます。さりげなセクシー感、ありがとうございます。で、これ、サロペットがこの後ろでちょっと調節できるようになってて、ここに、こういうドロストコードが入ってるので、緩めていただくともうちょっとこういう余裕がある感じになるんですけど、まあ、すっきり見せたい方はちょっと絞っていただくと、シルエットがですね、すっきり見えて、足を見えるのがいいですが、ですね、ちょっとキュッと、はい、絞りで、はい、すっきり見えるので、着丈も小柄な方も着れるし、今日お試しいただいた方でも、160センチぐらいの方とかでも、全然長さは着ていただけたからですね、幅広く。ただ、そんなにすごく伸びる素材では正直ないので、ちょっとお胸とかにボリュームがある方は少し小さく感じられるかもしれないです。比較的、7号から9号くらいの方におすすめのサルペットになっておりますね。
ぜひ店頭でね、はい、お試しいただける方は着てみていただければと思います。はい、吉山さんちょっと着替えに行きましょうかね。はい、じゃあちょっと私の話ですね。私は今日はなんか前回に引き続き、前回もちょっとオフィススタイリングやったんですけど、今回もねちょっとこう綺麗めに着れるアイテムなので、今回もちょっとオフィスっぽいスタイリングで着ております。これは下はマルシャルテルさんの今回出てるのも前に出てたワイドパンツになるんですけれども、でこれセットアップっぽく見えるんですけど、これ全く別のブランドさんになるんですけど、これマネージャーがね一押ししてたこのブランドさん忘れてた。シニカルさんですね。ブルーベルさん、シニカルさんのジャケットですね。すごく伸び感も良くて、ウォッシャブルで使いやすいよっていうので、とても好評いただいてたジャケットのベージュを合わせて、ちょっと色が似てるのでセットアップっぽい着こなし。で、中を黒の、このレースのですね、トップスにして、足元も黒にして、ちょっとこう黒とベージュの組み合わせで着てるっていう感じです。でまあ、こういうさっきの吉山さん着てた白の方と合わせていただいても素敵だと思うんですけど、ちょっとこうメリハリをつけるためにこの黒を中に着かせているという感じになりますね。まあ、お仕事でオフィスの中では脱いでお仕事してるという方も多いと思うんですけど、ちょっと誰かと会う時にジャケット着ないといけないという方とかですね、これちょっと羽織っていただいて、少しこのレースの見え方がですね、また涼しげでいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。はい、井原さん決まってる。ありがとうございます。かっこいいですね。ウェアジャケット、別物と。あ、そうなんです。これセットアップではないですね。そのなんかすごく多分リアルに見ても結構近い素材感がありますね。そうですね。色もすごく近いので、実際に見ても近いので結構、はい、別々ですけれども、うん、着用していただければ決まると思います。着ていただけるんじゃないかなというふうに思います、うん、なんかこういうねオフィスさんの、そうですね、はい、仕事できそうな、そうですね、仕事に最適な合わせですね。かっこいいところ。 ありがとうございます。そうですね、メリハリ大事ですよね。そうですね、同色コーデもねやっぱりすごく素敵なんですけど、ちょっとね、これがまた黒ですごい詰まってたりしたらちょっと重く見えるかもなんですけど、レースのこの涼しげな感じが見えるので黒合わせていただいてもやっぱりすごく素敵じゃないかなというふうに思います。はい、できる女感と。ありがとうございます。はい、もうお仕事ください。お仕事何のお仕事はもう十分いただいておりますけども、はい、なんかできそうな感じを出してみました。ということで、ちょっと吉山さん、で私もちょっとここからまたカジュアルな感じに着替えてみるので、はい、吉山さんと私もお願いします。はい、どうですかね、可愛くないですか。今ですね、スカート、カーキのスカート合わせてるんですけど、でその上からこのですね、フーディーをかぶってるんですけど、こういう感じですね。これですと、さっきと雰囲気が一転して、このまま遊びに行くぞっていう感じなんですけど、今からの時期は、ちょっと私とかは特に子供とよく公園行くんですけど、このスタイリングめちゃくちゃ多いんですよ。中薄手で、で、フーディーかぶって、で、プラス動きやすいちょっとスカートとかパンツにすることが多いんですけれども、このスタイリングにすれば、中の方っていうのは、ちょっとオフィスの時とか、もちろんちょっとお出かけの時に使っていただいてもいいんですけど、じゃあそれ以外に使うにはどうしたらいいかと思ったら、こういう風にちょっと合わせていただいてもかっこいいんではないかなと思います。前閉じますね。うん、そうなんですよ。いいですね。これめちゃくちゃ柔らかいのもそうなんですけど、シャカってしてるようですごい滑らかなんですよ。で、楽ちんなので、後ろゴムですね、大事なんですけど、ご飯食べた時とかですね、苦しくなるの嫌なので、こういう感じで合わせていただければ、でちょっとですね、首元やっぱポイントになりますね。少し開けていただいて、こうしていただくと、ちょっと外に出る時とか日差し強くなった時でも、こういうちょっとですね、パーカーとか羽織っていただければ、日差しの防止もなりますし、冷房対策にもなりますので。あのさん、遅れました。こんばんみ。そうですね。ちょっと残り後半が楽しんでいただければ嬉しいです。フーディーは羽織でも活躍しています。ありがとうございます。これ意外に使えるんですよね。結構お客様でも、
これにタンクトップだけでもいいって言われる方もいらっしゃるんですけども、こういう風にちょっとですね、ちょっとセクシーな感じのものとかで合わせていただいても意外にマッチしやすいものになってます。で、私的にはもうこのスカートがダントツ今欲しくなってるアイテムですあとはもうこれ今ちょっとそのまま同じヒールになっちゃってるんですけど、このまんまスニーカーとかで合わせていただいてもですね、可愛いかなと思います。多分来月ぐらいですかね、熊本の方に以前予約会でしてたマヴェリックさんのスニーカーとかは白と黒とかが多かったので、これにプラスアルファでそっちに履いていただいてもめちゃくちゃかっこいいかなと思います。今多分そのコーデでちょっと私がしたいっていう感じですね。カジュアルでもいい感じですね。ありがとうございます。かわいい、このチラ見え感。これ、かわいくないね、めちゃめちゃかわいいです。なんか、がっつり締めても、ここだけが見えるんで、かわいいんですけど、私的には、やっぱちょっと、視野が、ね、見えた方がかわいいかなと思いますね。使い方として結構、その、V 焼きのものというか、それこそ、ベストだったりとか、あ、いいですね。ね、サルペットとか、ちょっとこう、V でここが少し見えるものと合わせていただくのもかわいいですよね。まあ、一応半袖にはなるんですけど、履き口とかをちょっと重ねのインナーとして使ってもらっても使えると思いますので、結構長い目で見て使っていただけると思います。じゃあなんかカジュアルと言いつつまた綺麗めカジュアルみたいな感じではあるんですけど、まあ、それこそちょっとベストと合わせて着てみました。こんな感じですね。また雰囲気変わりますね。そうですね。で、下はもうデニムを合わせてるので、すごくちょっとね分かりづらいかもしれないですけど、まあ、ちょっと綺麗めカジュアルみたいな感じで、すごくカジュアルに寄せるよりかもちょっと綺麗め要素も入れたいっていう方にはですね、こういうデニムの合わせとかで着ていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、ちなみに先ほどちょっとお伝えしたそのオーダーさんのタンクに変えるとどうなるかっていうところをね、ちょっとやってみようっていうかやってみてるんですけど、オーダーさんのタンクになると、ここがこう、首元が丸くなってるんですね。先ほど二人とも着てたのはスクエアになってるんですけど、こちらはちょっとこういう丸い首元になってるので、入れた時の感じがこういうですね。で、しっかりここも肌が見える感じになります。なので、全然ちょっと見え方が変わるので、まあ、こういうデザインといえば、こういう風に見せてももちろんいいんですけれども、井原さんか、うん、綺麗に ありがとうございます。どっちも見えますね。いいと思います。そうですね。で、このなんですか、そのタンク、これになるとタンクを入れてるよっていう感じがすごく出ますね。スクエアタンクだとなんかこうちょっとなんとなくそういう感じデザインかなみたいな馴染んでる感じなんですけど、こっちになるとちょっとタンクを入れてるよっていう感じになるので、あとここがですねちょっと肌見えするっていう感じになりますので、例えばさっきみたいにベストを羽織った状態とかジャケットを着てもう脱がない、今日は脱ぎませんっていう時なんかは、ね、まあ、全然気にせずそのタンクとかお持ちのものを入れていただいていいんじゃないかなというふうにですね。こうなどもね、わかんないですよね。全然わかんない、何のタンクを着てるかなんて、はい、もう誰にもバレないので大丈夫ですね。もうこれは脱ぎませんという前提 で、ね、はい、着ていただくとこんな感じなんですけども、脱ぐかもしれないとかいう時はやっぱりさっきも、そうですね、スクエアタンクだったりとか、はい、そのチューブトップに変えていただいたりですね、紐をちょっと透明に変えていただいたりしていただくのがいいかなというふうに思います。もちろんこれもね全然ダメではないんですよ。全然こういうね、デザインかなって言われたら、うんって思うと思いますので、全然大丈夫ではないんですけど。どんどんかっこいいスタイルになると。ありがとうございます。ちょっと、はい、かっこいい系で今日は攻めてみました。こんな感じで、まぁ、あ、ちょっと黒黒でね、合わせたので、アクセサリーを少しポンポンつけていただくと、また、雰囲気がですね、そうですね、変わるかなと思ってます。軽く見えていいんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで。イエーズもかっこいいですね。はい、そうですね。ちょっと綺麗めカジュアル、ドカジュアルじゃなくて綺麗めカジュアルがお好きな方とか得意な方はこちらのねトップスが結構使っていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、という感じで、今、ね、こんな風に横に並ぶと雰囲気変わりますね。全然変わりますよね。そうそうそう、同じね。値段言ってなくないですか？言ってないです。そうそうそう。何の情報もお届けしてませんでした。失礼いたしました。失礼いたしました。はい。で、こちらが、はい、ですね、レンセスイッチハウスビールプルオーバーですね。ブランドはブティックオーディナリー。サイズはもうワンサイズになっております。
で、カラーが吉野さんが着てるホワイトと私が着てるブラックの2色ですね。でこちらはあのご自宅で手洗いでのお洗濯が可能になっております。そして、お値段がですね、こちら、12,100円となっております。税込み価格でございます。ということで、すべての情報をお伝えさせていただきました。というところで、佐宅前で、今日はこちらをご紹介させていただきました。はい、皆様最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ではでは、引き続きゴールデンウィーク楽しんでください。ありがとうございます。私も実家に帰ります。ありがとうございます。